はいさい、はいはいさい。今回ですね、はい、僕からの依頼メールです、はい、キャラットアイランドといえば、まあ、付け根島なんですけど、はい、ここでですね、自分が竿を投げてロストしたんですよ。しかも新品のやつを。新品何年前？8年前ぐらいですね。やば、8年前あるかな。痛いもうこれは見なかったことにはできない。あれはさあ彼何も持ってませんね。何も持ってませんよね。彼さあごとに投げてしまった。さあマジかマジかよ。やばいだろ。俺は目撃した。どうする、どうする。もう竿投げよう。1本しか、もう俺の使ってもらうしかないけど、俺のあっちにしかない。あ、どこ、あっちにしかない。うっそーん。これ実はね、コメント欄であったんですよ、はいはいはい、そういうコメントが、はい、っちゃんの竿を回収しに行ったらっていう、はいはいはい、確かにってなって、はい、また使えるかもしれんからな。はい、8年前。8年前のさあ探せるかな。思い入れのある竿を回収してほしいなということで。わあ、まあ自分だけじゃなく、ここ結構釣りポイントなんで、はい、たくさんあると思うんですよ。はいはいはい、はい、だからね、海をきれいにしながら、はい、自分の思い出も回収してほしいということですね。はい、で実際に行って、はい、どんな風に投げたかっていうのをちょっとやってみようと思います。はい、で知見島の都市伝説って言われてるんですけど、はいはい、これなんか書いてあるんですよ。アニマル連合よろしく、よろしくも漢字で書いてますね。ちょっとアニマル連合に目つかれないようにもう、はい、ちょっと去りますか。じゃあ皆さん騙されないでほしいのが、はい、こちら見てください。カーエポイント、カーエポイントって書いてあるんですけど、ここカーエいねんすよ、はい、アニマル連合の仕業っすね。ちょっとアニマル連合の匂いします。もうほぼ変わらないですからね。こっちにもいろいろ書いてるけど、なんて書いてあるの。ほんとだ、ちょっとわからんな。これもなんとかよろしくって書いてあるね。あ、よろしくって書いてあるね。恐ろしいっすわ。やばい、あそこと3つ線でつなげたらトライアングルができてしまった、うん、アニマルトライアングル。じゃこれはダメですからね、皆さん、はい、書かないように。いや、懐かしいですね。ここでね、はい、確か始まったんですよ。始まった、俺の釣り人生 が確かこの辺で投げたんですよね、はい、実際にどんな風に投げて、はい、どんな風に流れたのかっていうのを、はい、こちらの竿で実践してみようかなって、はい、で、この竿はですね、使えない状態で機能してないんですよ、はい、ドラグも効かない。で、竿先も折れてる。なので実際に投げてみて、はい、どの辺に流れてどの辺に落ちたのかっていうのを見てから、はい、海底清掃行った方が見つかりやすいのかなと思います、はいはい、いやこれトラウマだな、こっちな。トラウマ、トラウマだぜ、さすがに。再現 VTR ですね。はい、竿って普通投げることないじゃん。はい、なぜ投げたかというと、俺その時ルアーやってて、はい、でルアーってベール開けて、はい、これを指で押さえるんですよ。ああ、はいはいはい。で、投げた時に右手をパッてやるんですよ。はい、そしたらシューって飛ぶんだけど、はい、これ投げる時にどこの手パーだっけってなったんだろうな。はい、で、ここをパーしちゃってるわけよ、掴んでるところ、はい、掴んでるところをパーしたもんだから、そのままサオがもうズボンって落ちていったっていう。なるほど、悲しい出来事なんですよ。確かね、はい、動画見たら分かると思うけど、これとかやってるんですよ、ルアー、あーとかやってるんですよ。はい、これの左手がパーバージョン。はい、いきます。あ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。
まさに今こんな感じでしたね。ありますか。糸切れちゃったっすね。糸が劣化して。あれは回転清掃しながら、じゃあ、はい、回収お願いしようかな。大丈夫っすよ。大丈夫。あ、見えてる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 。リアル投げリアル投げになっちゃったっすね。パチンって切れたっすね。で今回ちょっと、はい、フェリーにボンベが積めなくてご協力いただくのが津堅島シークルーズの源子さんです。はい、よろしくお願いします。もしかしてこの後ろの船ですかこれ。はい、これめちゃくちゃこれ立派だしでかいっすね。これ普段はどういったのに使ってるんですか。うちらそのビーチの方で、はい、まあ、海の上とかバーベキューとかあとマリンスポーツ営業してますので、その時の、はい、シュノーケルの際に使っている船、あと、まあ、通勤で使ってます。通勤、贅沢ですね。津堅島のためにお願いします。今回は漁協の方からも許可もいただいて、まあ、毎回撮ってるんですけど、はい、今回も許可いただいてやることになりました。はい、ありがとうございます。はい、早速じゃあ、はい、向かいますか。じゃあ、はい、はい、パンツとサボスさん、すいませんね、なんか自分の竿回収のために。大丈夫よ。で、自分の竿回収ぐらい、あのひっちゃん潜れよっていうコメントを打とうと思ったあなた、ちょっとね、あなた僕もね、そういう風に思うんすよ。はい、ただ、あの僕、実はですね、左耳の鼓膜に小さい穴が開いてて、はいはいはい、で、何度か潜ってる動画もあるんですけど、はい、その潜った時に毎回、なんか耳だれが起きるんですよ。めちゃくちゃ痛くなって。黄色い汁。そうそうそう、黄色い汁で朝起きたら固まってるやつ。はい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 、はい、一回手術して、治そうとして一応手術失敗に一回終わってるんですよ。あ、そうなんすか。そうで、じゃあ、まあ僕はまた今年、はい、もう一回手術をチャレンジしようと思うんで。大丈夫博士でということです。はい、すいません。ジャブしてから潜ります。大丈夫ですよ、任せてください。お願いします。はい、はい、出航です。出航ですね。こういうふうに、はい、点々と釣り人がいます。結構落ちてるんじゃない。落としたらね、なんか落ちてそうっすよね、結構、うん。で、ここ、はい、30キロか、まあ、50キロぐらいの、はい、バケモンかけてるんですよ。はいはいはい、ここで、はい、あ、うわ、やばいやばい、誰誰これ、あげるぞ。あ、うわ、やばいやばい、ちょっと待って、仲間、ちょっと待って、やばいやばいやばい、死にでかい、潮下がってる、危ないっすよ、危ないっすよ、切れたら、テトラ、テトラはちょっと、危いっすね、後ろに、やばいやつ、やばいやつだ。びっくりしたけど。あ、向いた向いた、顔向いた顔向いた。たけしさん、起きてください。なので、大物ザオも見つかるかもしれない。はい。着きましたね、こちら。さあ、果たして見つかるのか。今、アンカー落としました。透き通ってますね。で、こっから一気に深くなってる。水深が。タロさんのこれ何すか、これ。シャワーみたいなやつ。あー、そうですね。これはあれ、方位磁石と、でこれがあれ、酸素の、あ、酸素の残量、残量で、これがコンパス、水中で見えないさ、はいはい、あっちが陸だったなとか、これ最初で覚えて合わすっていう。ああ、そういうことですか。最初戻るときこれが反対方向に向かう。はいはい。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。めちゃくちゃ寒そうですね。うわうわうわ、ついてる、これついてます。いってらっしゃい。おー、うわー、ダイナミック。安全第一、気をつけて。いってらっしゃい。寒い。じゃあ後ほど。はい、ここで早速おもり発見ですね。おもり、これ打ち込みのおもりだね。打ち込みをですね、うん、意外と打ち込みが多いのかなっていう印象です、この近辺は。うん、
で次これが浜熊の実ですね。浜熊の実ちょっとでかいな、普通の熊の実と比べて、はい、この白い線が1本のが浜、うん、2本が普通の熊の実で3本が隠れ熊の実ですね。はいはいはい、これは天秤仕掛けですね。はい、なんか意外とここの近辺は少なかったですね、仕掛けが。一応落ちてはいたんですけど、結構頻繁に入ってるポイントではあるけどね、ここ。はい、で田畑さん、エギ発見ですね。知見島といえばなんかエギングな感じあるからね。はい、この日もね、エギン側の人もいたね。ちょい見えてたの、2組いたね。はい、これも結構新しいやつ、うん、全然使えそうだったな。で、次ルアーですね。あ、ジグヘッドとワームっすね。はい、このタイプ結構使う人珍しいなと思って、うん、こんな感じでルアーとエギ一気に回収ですね。あのジグヘッドは後から俺が使ってた。あ、そうなんすか。そうそう、海の船の上でね、はい、なかなかこう入らない、うん、難しいんですよ。 うまーく入れようとしてたんだろうね今。うん、妨げましたね、うん、で、次これがマクブです。あ、この魚、あ、逃げた、はい、右に泳いでるの方ね。意外となんか魚いないはずよって言ったけど、ちらほらね、いい魚が見えてましたね。沖縄の三大高級魚ですからね。はい、で、これがクモガイ。あ、クモみたいに、あ、手を広げるからか、はい、これ実は美味しいんですよ、うん、あと、魔除けとしても使われてるよね。魔除けにも。で、また田畑さん、何か発見、釣り糸、釣り糸か。結構これ長いな。はい、テトロの方まで行ってるよ。ここまで長いの自分見つけてないっすね、今回。すごっ、ここが毛で何メートルぐらいあるのかな。後ろの方はもっと長いじゃん。後ろの方まで。すごいっすよね、こんな長く。ねえ。でも、ほどけないところは、もう切って回収っていう。多分、P で切れたらこんなに長くなるってことか。大変。これ A に持ってかれたんじゃないかな。すごいな。すごいっすね、この量は。この量はすごいな。こちらはベイト。あのキラキラしてんのが、キラキラしてるの全部小魚です。おお、ちょっと何の魚かはちょっと、あ、見えた、わからない。近づくとこんな感じか。こんなちっちゃい魚が結構つけん、うん、多い、周辺多いですね。で、これを狙ってイカとかが来るのか、はい、大型魚が。テトラ周り意外とゴミなかったです。あ、これここは もしやここら辺みんなが釣り、はいはいはい、やってる場所ね。これ、俺が釣り竿を投げた場所じゃない、はい、あ、ここら辺です。で、これはエソ。あ、エソ、はい、あ、これ黒白の ESO。 おお、逃げた。エソ。動く、早っ。そっか、ここら辺から俺の竿がはいある可能性があるのか。はい、これ楽しみだな。で、おお、これはさっき落とした竿ですね。あー、そういうことか。再現 VTR のやつか。はい、寂しそうに持たれてましたね、テトラに。意外と流されないんだな。はい、意外と流れあったんですけどね。皆さん、はい、こちらの竿ですね。先ほど再現 VTR で使った時の竿ですね。無事回収が、どんな、他にもありそう。他にも多少見えてますね。見えてる。見えています。でも思ってるよりも向こうは少なかったっすね。あ、少なかったんだ。じゃあちょっと続き、 OK、 いってらっしゃい、気をつけて。これの方回収ですね。ひちゃんです。ちょっとルアーの方挑戦しようと思います。さあ、海底清掃でね、魚釣れたかもしれないですよ。実はね、何回か挑戦してるんだけど釣れてないから全部カットされてましたね。で、今度こそ釣らんと、またしてもカットなんで、今日こそは釣りたい。はい、ここから田畑さんが、こういう小魚は多かったんすよね。綺麗だね、黒色と白色の魚が混合して、はい、いろんな魚がいます。で、これが、あ、釣り針ですね。仕掛けが、これは打ち込みだね。はい、
こういった仕掛けが結構見られましたね。打ち込みやってる人が多いってことか。はい、多分泊まりながらやってる人が多いのかな。で、何これ綺麗。これは三つ星クロスズメダイってやつですね。なんかオリオンビール飲みたくなる名前だな。三つ星これ。こっちに見えてるのが熊の実、線が2本なんで。あ、本当だ。これが熊の実です。黒白バージョンの熊の実もいるんだ。はい。で、これが紋付き赤姫路。これ結構どこ潜ってもいる気がしますね。前回もいたね。やるところはすごいいっぱい。え、謎のやつ。これ多分ナマコの糞なのかな。ね、そんなそれっぽいよね。はい。はい。これも見れてます。で、これは高瀬貝。高瀬貝。これ磨いたら綺麗になります。この三角のやつ。この三角のやつ。でも食べたらちょっと硬いですね。美味しいけど。で、これが蝶々胡椒大っていうのの稚魚なんですよ。大人になったら白と黒になります。後ほどこれの制御出てきますね。すごいね、綺麗だね。綺麗です。これついに釣りの落としたんでしょうね。オキアミ入れね。オキアミ入れ深瀬釣りの人ですね、多分、はい、落とした人は。今から貴婦人が出てくるんですよ。おー、綺麗だな。これ赤くくりっていう名前の魚で、制御になったらこれも色が変わって銀色っぽい色になりますね。かっこいいな。すごいっすよね。熱帯魚として人気でそう。あ、人気だと思います。人気なんだ。これは、はい。からの釣り糸。釣り糸です。浮きか。浮きもあります。スルル浮きと深瀬の浮きですね。はい。なんかゴミが溜まる場所ってやっぱ決まってるみたいですね。引っかかりやすいのか。引っかかりやすいんだと思います。で、ペットボトル。ペットボトル。ペットボトルも1個だけじゃないんですよ。2個とか。固まって落ちてますよね、どこの回収清掃。流されて流されてて、こういうとこで引っかかるんだ。はい。でも思ってるよりもゴミは少なかったですね。これ一瞬なんですけど、クルバニン赤人なんですよ、これ。すごっ。大きくなったら赤人そっくりになるんです。これは稚魚でちょっと黄色っぽい色のクルバニーでしたね。この時点で三大高級魚の魚は2匹見てるね。2匹見てます。でもやっぱもう追いかけても追いつけなかったっすね。これ何、これチューブラリーになってるね、浮き重りが。魚からしたらサンドバッグだはずな。叩いてる。うん。でもここら辺やっぱ根がかりするだろうなっていう地形でした。ああ、ほんとだ。これテーブルサンゴみたいになってんのか。うん。大きい岩と岩の間にこんな針があるね。水路があったりとかする。こんなでっかい針使ってたんだ。すごいですよ。生き物は結構いるっすね。赤字にいた。クルバニーぐらいかな、ルアー対象魚は。どこにいますか。釣り竿と思ったら木の棒だった。あ、いた。さんが戻ってきました。どうでした。綺麗。ゴミが少ない。あ、綺麗。ゴミが少ない。ピン外しますか。あ、けどそれでもたくさん取れてますね。あ、糸が絡まってて。あ、糸が多いんだ。釣り糸ですね。釣り糸と鉛とかですかね。お疲れ様です。あ、何よ、めっちゃやばい。ヒットがパックリってますね。パンチも戻ってきました。パンチも結構いろいろ取ってきてるね。すごい。ありがとうございます。意外と綺麗だったんですね。うん、意外と。俺あの辺まで行ってた。はい。あの辺まで。一周なくなってたんで、どこまで行ったのかなと思って。意外と生き物いる。いる。生き物いっぱいいたんすか。マクブもいたし、マクブもずっと追いかけてこなかった。クルバニーもいた、黄色いやつ。あれいたんすか、あのカエポイントにはカエいた。ちっちゃいアイゴはいたっすけどね。あ、そうなんだ。うわ、上やばい。寒い。上がったら寒い。海の中の方がまだ海の中があったかい。まだ海の中があったかい。早く海入りたい、もう。
寒っ。止まったらやばい。犬の散歩だ。パチ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 。寒っ。こちら先ほど取れたゴミですね。ペットボトルとかで、これ深瀬のオキアミ入れるやつなんですよ。これ全然使えますね。そして浮きで、これワーム、これもまだ使えそう。寝掛かりしたんだろうな。結構太めの破裂も使って、あ、これか。おもりいっぱいあるね。鉛、こちら鉛がやっぱ多いですね。これ打ち込みで使うやつですね。全部で、エギ、これも全然使える。エギね、ちょっとここ水深深いんでこれ使ってみましょうかね。はい、続いてのポイント、こちらアニマル連合馬いきます。パンチに、細長いものを逃げ逃げするんですけど、これが何なのかっていうのをちょっと解明しに行ってほしいですね。聞き取りに行きましょう。